はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。キスキルよりはリーダー派、リュウです。さあ本日なんですが、キスキルリーダーとかいうあまりにも変態デッキがイラスト違いが実装されましてですね、これ見てください、この衣装やってるねこの衣装デザインしたやつド変態すぎるだろマジで。本当にこの衣装をデザインしたデザイナーありがとうございます。これ新キラスとかですね、今アクセサリーとかももらえるなんかその2500ジェムぐらいのねやつで買えるんで、ぜひ購入してほしいんですけど、今日はですねこのキスキルとリーダーの新キラストが実装されたのでっていう理由で、キスキルリーダーを久しぶりに、組んできました。まあ正直構築とかはまあ前回とほとんど変わってないんですけど、単純にシンプルに、父がでかいと、いうことで、動画楽しんでいただければなというふうに思ってますんでこの曲線やばいな。ちょっとムラムラしたから一回動画撮影一回終了してちょっとちょっと行ってくるわ。はい、デュエルスタンバイ。デュエル夜のデュエルスタンバイ。新規イラストのイヴィルツイン、なんか OCG の方だとありえねえ高さしてたんですよね。なんか8万円とか最高いってた気がするんで、まあ、マスターデュエルでは非常に良心的な2500ジェムで僕出ましたんでね、まあ、ロイヤルではないですけど、まあ、シンプルやっぱマスターデュエルって優しいなと思いましたねこれはマジでこれマジです。これフロストがいる場合はフロスト先出しちゃってよくて、今一旦ちょっとギガンティックスプライトで2ビルをケアしつつ、なんか相手なんもなさそうですね。ギガンティックスプライト通ればねデッキのレベルに触れるんで、こっから、スプライト展開いけますんで、まあ激アツといったところで、オーバーレイユニット1個使い、ブルージェット奥だけ押してればいいから、ブルー&、ジェット2枚あんのマジあち。結局さブルーとジェットってさ2回使いたいこと結構あるからさ、ギガンティックスプライトから出すみたいなんで、だからジェットが2枚になるの結構熱いんだよね。今スターターじゃんで、モンスター増やす方針でいきましょうか。とりあえず回し方忘れたもん、まあ、とりあえずエルフは正しいか。回し方あまりにも忘れてる俺こうするでしょ。でまあ、とりあえずスターターっていうのはスターターで相手のターンに構えたい方を、構えればいいので、まあ、これはどっちかというとキャロットの方がうっとしいな。ハカーラとかね方がうっとしいですよね。なんかワンチャンモンスター効果よりも今無限本を持ってるからね。魔法トラップカードをケアしたいといったところで、スプライトキャロットと、スプライトジェットで以下マスカレーナ作りまして、かわいいなこのデッキマジエクストラデッキしこすぎるんだよなしこすぎるんだよなこのデッキ。スプライトキャロット特殊召喚、まあ、これ素材になるから何でもいいんだけど、これでいいか。はい、なんだこれ、わらしか、わらしだなこれ、わらしだ出た、わらしきたー、まあ、死者蘇生で貫通します。死者蘇生がねやっぱねモンスター1体普通に蘇生できるの強いんですよね。これ貫通します。貫通力あります。貫通力はあります。貫通細胞はあります。特殊感でこっから、悪魔族縛り入っちゃうんですけど、あしこりついていきます。はい、これが神経ラスト。俺もね実際に見るの初めて。うわしこっしこすぎる、あまりにもこれしこすぎるでしょこれこのカードデザインしたやつド変態だろマジで。このカードデザインしたやつほんまにありがとうございますおおしこすぎるでしょこのイラスト、やばいわマジで。なんだこいつ、許されていいのかこんなカード、やばいでしょこれ。こういうカード作っとけばさオタクが喜ぶと思ってさ、まあ、喜ぶんだけどな。カードを1枚する増字2枚は、まあ、ちょっと一旦これでエンドですね、まあ、とりあえずはいマスカレーナいるし、キャロットとか蘇生すれば一応キスキリーラどかせるんで、キスキリーラどかしたらね、どっちかの方が起動できるんで、で、増殖する G はメインフェーズに打つとエルフで蘇生して儚きができるんで、まあ、一応メインフェーズ中に打ちたいなといったところですね。増殖する G は焦らずに油断せずいこう。抹殺の指名者はえ、マジじゃあもうしょうがないか、じゃあスプラでキャロット蘇生しても向こうが向こうらしいわ。うざえ、もしかしてこれ抹殺の指名者でキャロットって言った後に芝刈りとか出ませんよね。それあまりにも早すぎる抹殺の指名者だな。あまりにも早すぎる指名者飛んできた。スプライトエルフは一応メインフェル中だったら増殖する G ってかわすみたいなこと言っているんで、増殖する G を蘇生する可能性がある以上エルフはまだ使わない。パスフレーズ、あ、出た、あ、そういうこと。パスフレーズを絶対通したいってこと。ちょっとまだわからない。パスフレーズ、はい。で、キスキルフロストの効果、相手が手札に加えたんで俺も手札に加えるよ。これ強いんですよね。あー、キャロット今一番いらないんだよな、マスタスされてるから。トラブル3で回収キスキル、あ、オッケー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 、了解。いいよ、全然オッケーです。これあれかな、多分同じタイプの驚いたね坊やタイプ、驚いたね坊や、くしくも同じ構えだのタイプ。 G だけ打つか。 G 打ってキスキル効果発動されました。リーダーが特殊召喚されます。魚打たれません。 OK。 じゃあ G 取ったんなら全然 OK。 ワンキルさえされなければ大丈夫。レベル2をねひたすらに並べることができればこのデッキ最強なんで、はい、 OK です。で、うんこ投げつける効果発動する。うんこ投げつけ効果で、ギガンティックしてきたら飛ばせばいいし、まあ、無限包容もあるしということで、多分よっぽど勝ちだと思うんだけどな。うわ、出た出た、やばい、これマスカレーナのケツじゃん。これやばくない？これ飛ばさないとバウンされるか。これ飛ぶか、飛ぼう。これちょっとあいつうっとしわ、あいつちょっと除外してるわ。リトルナイト、マスカレーナと、ま、これは一旦リーラの方かな。でリーラの方を使ってで、リトルナイトを出す。でリトルナイト効果発動してですね、とりあえずグレニアードでもう爆発します。これマスカレーナ自分で自分のケツ爆破してるの、草自分で自分のケツ爆破してる。シコリツインズキスキルの効果も使っちゃっていいんだこれ。シコリツインズキスキルの効果とモスプライトエルフの効果も使ってよくて、なんか適当にアドバンテージ稼げるやついっていいか。ブルーかなんかに食ブルージェットオークだけをするか。あ、てかブルー引いてたわ手札に。ジェットでよかったな、まあいいか。でエルフからのスプライト、ブルーからのキスキルで、シコリツインズ出す。はい。でシコリツインズが出てきて、でシコリツインズ出てくるとシコすぎて、相手のカードを破壊するという効果、まあ、一応売られる気がするか、まあ、ないと思うけど。でリーラからの爆発、まあさすがにこれであれでしょう、もうレベルに追加してからギガンティックするしかないと思うんだけど、ギガンティックはリトルナイトで飛ばせるんで多分大丈夫ですね。よっぽど大丈夫だと思う。スプライトジェット持ってくる。ギガンティック、ギガンティック出す。リトルナイト飛ばされる。ああ、まだいたね、まだ手数あるね。やる、割とやるね、やりますね。さすがに無限包容うららリトルナイトを貫通できるほど相手の反動強くはないと思います。はい。ギガンティックいいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。はい、無限包容も引きました。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。今無限包容をいただきました。このも何枚あってもいいですかね。 SP リトルナイトの効果、これ多分あれじゃない、相手多分あれだと思うけどな、なんかやべ、ちょっと時間ね、自分飛べばいいか。アーゼウスとかでなんか一回盤面流しに行くしかなかったんじゃない。入ってんのかわかんないけど、まあ、アーゼウス入ってないスプライト的なないと思うから、それやるしかなかったんじゃないかっていう説はあるんだけど、まあ、これで手札1枚から負けれないんでスプライトは OK。 シコリツインズミラー、シコリツインの勝利。なるほど。まあ悪くはないな。悪くはないが、G うららで止まっていただける相手なのかどうかっていう話はある。結構ね、レベル2をいっぱい出すテーマなんですけど、着地狩りがやっぱ結局は弱いんですよ。まあ、スピラテッキャンでね、まあ、スターターが一応3枚になったんで、スターター引いてれば別になんとかなるっていうのはあるんですけど、スターターまあそんな簡単に引けないっていうのもあるんで、いや、これどうだろうな、ガンマぶっ飛ばされるかどうかゲーミングなんだけど、さあどうする。ホルスの栄光、イムセティの効果、イムセティの効果発動する。まあ、これ、うらら打つしかない。うらら、ここに打たざるを得ない。ゴブリンライダー入ってるの熱。はかなすいませんでした。これ、はかなすいませんでしたされるのであれば、ワンチャン、これは G 通る説あるな。増殖する G が通る説あるな。で、これで、イムセティ効果、王の棺、まあちょっとガンマ一応持ってないと思うんだけど、ガンマあったらガンマから打つと思うから一応ケアしますか。ここで引かれた可能性もあるしね、全然ドローでイムセティのなんで、まあちなみに今のタイミングでうらら打つと相手の手札にうららがあった場合、うららって言われて意味がなくなっちゃうんで、 G のタイミングはマジで本当に難しい。ホルス相手の G のタイミングってかなり難しいんだよね、やっぱり。うらら今のタイミングでうらら持たれてたらうらら投げられておしまいだし、墓穴のチェーン上でね。で、このタイミングで G 打つとガンマ飛んでくるしみたいな何をケアして何をしてるかみたいな話はあるんだけど、まあ、ちょっとここで一応打つのが正解でしょう。これ墓穴2枚目って言われたら本当に無事切れます。大パン案件通ってんのこれ。来た、これ通った。よし通った。よし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 、オッケー。通ったのでっけえ。さすがにやばい、そんなやばい盤面作れないでしょ、レベル8 2体で。まあ、ギャラクシーアイズ、フォトンロードか、タイタンギャラクシーとかその辺でしょ。 G 通ってる中でそんなになんかやばい展開はできないと思うんですよね。レベル8のモンスター2体。エクスプローラー来た。あ、これギガンティックチャンピオンの方行くってこと？それ、ドローン枚数やばくない？大丈夫？ドローンの枚数やばいし、俺無限保養引いたが。ドローン枚数やばいし、俺無限保養引いたが。大丈夫かって話がある。さあ、ギガンティックチャンピオンサルガスの効果発動して、まあ一応マッハ分はいいんだけど、まあ妨害は普通にマッハ分とギガンティックチャンピオンサルガスのそのまあ破壊オアバウンスだけにしといた方がいいね。ここ通して一応なんか特殊召喚させて、まあ、未来量まで行かせるっていう説もあるんだけど、ドローがめちゃくちゃ多くなるからで無限砲を打ってみたいなねパターンもあるんだけど、まあ多分ここで飛びちゃった方が一応いいと思う。手札1枚しかないし相手。さあどうする。はいリゾルボッケー。手札1枚からまあそんなやばいことは起きないと思うので、ホルスデッキやったらなんでまあ多分止まってくれると思うんだけど、はい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 、ありがとうございます、ありがとうございます。ジェットきたーってことはですよ、無効効果はないんで、まあハブーンが、チャンピオンサルガスくんでバウンスを破壊が飛んでくるから、シークレットパスフレーズの効果とりあえず発動するわな。でシークレットパレスフレーズの効果によって相手のチームも一応あれですね、相手が儚打ったんでケアできてます実質ね。イビルツインライブツイントラブル3発動。トラブル3の効果により、ライブツインリーダーサーチングしてライブツインリーダーを召喚。ライブツインリーダーの召喚成功時の効果を発動。このカードの効果によりデッキからキスキルを特殊召喚できる。さあどうする。これちなみにどっかで使われると思うんですよね。まあ、出たマッハ分、マッシュ分ね。マッシュ分。マッシュ分の効果発動する。オーバーレイユニット1個使って特殊召喚してくるんだけど、そうするとギガンティックチャンピオンサルガスが一応、なんか爆破オアバウンスができるんで、一応まあこれで妨害にはなってるんですよね。はい。一応。まあ残念ながらギガンティックチャンピオンサルガス君の効果が発動されてバウンスしたところでブルージェットを置くだけがあるんで、まあ、多分大丈夫。全然全部完成できると思う。何が起きてもレベル2がいるのであればエクシーズする前にレッド出るし大体大丈夫これで。まあ、ブルージェットを置くだけするか。あとはまあ適当に満喫すればいいんだけど、ブルージェットを置くだけをして、はいでブルー効果でジェット持ってるので、まあ、レッドでいいか。ブルージェットレッドキャロットが全部出ますねブルージェットレッドキャロット全部出ます。でキャロットまで出しますとりあえず。はいでまあ、一旦ギガンティックチャンピオンサルガスパイセンを出しに行きまして、はい、これどうしよっかな、これ何出してくるかっていう話だよね。何出してきたところで感はめちゃくちゃあるんだけど、まあ、キスキル外してリーラか。リーラ墓地いねえからリーラは特殊召喚しておけば、グレニアードでもいいんだけどリーラ特殊召喚してたらリーラキスキリーラの展開できるから、多分これあれだな、リーラ特殊召喚してこれね、ワンキル取るときなんですけど、一応ガンマバーストとかも一応サーチできるんだけどさ、レベル2体並んで、しかもなんかモンスターがいっぱい並んで、相手のフィールド上にモンスターが強いモンスターがいる場合って、モスキ顔出したいんですよ、顔出したいんですよ、顔でスプライトエルフ打点がね、基本的にそのスプライトデッキって結構やっぱ低くなりがちなんですよね。はい、なんですけど、その打点の低さを全部カバーしてくれるなんか謎の加害ばして、ちょっと見せますわ。もうスターターとかもう何に特殊召喚してもあんま変わんないんだけど、適当になんか特殊召喚しといて、はい。で、まあ、とりあえず、謎の蚊出しますよね、これ。素材はなんか何でもいいな。この辺でいいか。はい。で、リンク先じゃないところに出して、OK。はい。ほんで、キスキルリーダーまでやって、いいかこれ、シコリツインズのムービー出しに行った方がやっぱ視聴者さん的には面白いですよねまあもう殴ったら勝ちまであんだけど全然、まあ、一応やりますわ。シコリツインズキスキル出してシコリすぎる、あまりにも。っていうかこれ俺生配信の時も言ったんだけど、これさイラストがあまりにもシコリすぎてさ、ムラムラするからデュエルにならないっていうさ可能性があるって話したんだけど、そしたらコメント欄で、いや、それは相手も同じだから耐えてるっていうコメントがあって、確かにってことはこれ何の話これ何の話で、特殊召喚マジで本当にこれ何の話で、こうしてで、効果でワンドロー入れて、強すぎて草ガンマバーストも来たガンマバーストも来た、強すぎる。キャロット出すか、とりあえずモンスタークソ適当にね、横並べときゃいいんですよ、蚊がいる場合はね。はい、でこうすると何が起きるかと言いますと、蚊がなんかバトルするときになんかこっち戦闘ダメージゼロになるんですけど、なんかね幻覚カウンターっていう意味わからんカウンターをね相手のフィールド上のモンスターに置けるんですね。でこれでカウンターを相手のフィールド上のモンスターに置きまして、でこれが置かれてるモンスターのダメージもうなんかバーンダメージを与える的な効果なんですよ。ちょっと一応打点だけ上げとくか、わかんないけど打点だけ上げといて、でとりあえずレッドで投げるときに幻覚カウンターが置かれてるモンスターのバーンダメージ分与えるっていうのがガチでやばい効果、これ単一なんですけど、単一がない効果があって、でこれでこうなるじゃないですか。で2800万、2800なんで3回なくった感じですね。でこれ字幕特攻になっちゃうんだけど、これこうすると、はい、幻覚カウンターが壊れてるモンスターのバーンダメージが入って、はい、バーンってやって、これドーンなる。はいで、さらば青春の光ってやって、さようならクソ雑に、謎の蚊でワンキル成立。この蚊マジで強い、本当に。なるほど、ちょっとこれトラブル3から通らないとレッドだけだとちょっとアドバンテージが若干不安ではあるな。ちょっと指名者2枚はさすがに先行欲しかった、人生すぎるなこれ。先行全力みたいな反応してんな。うわやばいカードを発動された。ちょ待って、このカード強すぎるって、やってることマジフュージョンデスティニー見習えよ、お前発動した後幻想縛りつけろバカが。なんだ何の縛りもないっておかしいだろおかしいだろマジで。フュージョンディスティニー見習いバカタレが。こういうのやばい本当に、このカードオスティラードとかいうカード、令和150年のカードだこれ本当に。もう令和ですらない完全にこれね、近未来すぎるんだよねこのカードの性能が。これさ、ペンテラモンスター2体並んでさ、クープでサーチして融合魔法加えながらさ、なんかそのスケール揃ってんの、これおかしくない？これやってること、これ絶対おかしいと思うんだよね、これ。これ、まあ、オスティラータはもともとね、結構前からあったカードなんで、多分まあ、どっちかっていうと、ルフランとかのクープレイが実装されたことの方がおかしいんだけど、どちらかというと、オスティラータから稼げるアドバンテージがエグすぎたっていう話があるんだけど、魂のルフランになんか制約変えとけばバカ誰が。なんかすげえ主張してるんですよ、今。割と、OCG の方でも、マスターデールの方でも、まあ、覇王幻想とか、まあ、ライゼオルとかは見ますかね、幻想入ってるやつだと。あと、残機とかもありますね。幻想入ってる。幻想残機みたいなやつもありますし、まあ。トランスコードつかなくなっちゃうんですけど、レベル4みたいに並ぶんでね、すげえ簡単に残機の電解に合流するみたいなね。いや、出た川中島じゃん。やばい。川中島ムーブ来た。まずい。なんか幻想川中島で来た。なんだこれ。見たことない展開来た。幻想競争局からのクープレ。クープレ。なるほど。クープレって。マインスタリンシューベルト、はい。なんか割とでもなんか盤面は幻想だな。普通に。盤面は割と幻想。だからペンテラムとか使わないのかな？ペンテラムじゃねえや。エレクトラムとか使わないのかなこれ。エレクトラム使わないくせえな。光の結界はトランスターンえあはおいクソデッキじゃねえか、ターンスキップじゃねえか、よくないと思います。ターンスキップとかいうのどこでサーチしたの、イカの結界よくないと思う。ターンスキップとかマジ人間のコツだろお前、人の対話する気ねえじゃねえかよお前。ターンスキップとかきっしょ。いやほんとね、遊戯王でね、ターンスキップするやつなんてね、ほんと人間のクズですよ、マジで。ほんとに、くたばった方がいいです。